笑顔は昨日にしか負け、黒いベッドの上余震は止まらず、すがったアイデアも目に前のこと、ついてしまうのはその程度。走り出した何か知りたくて駆け出したのはあなたのせいだよ、ダサいな言葉が胸をつまむ、その終わりにちょっとよくれた傷だらけだを踏み込めまずね、抱え去るかな、もう回すの政治はどう存在だった、ある現実に戻り、ルミコの将来キャッサー通り過ぎる水をたまらない、そんな風になる
さん別の椅子もらってもいいですか。ちょっと椅子がバカになってしまったんで、ちょっとそれだけお願いします。あ、皆さん、あ、お疲れ様です。2回目です。お疲れ様です。あ、ちょっとだけ待ってくださいね。本来なら僕がずっとおしゃべり予定やったんですけれども、ちょっと椅子の調節をしながらしゃべるので少々お待ちください。はい、ちょっとお騒がせしました。まあというわけで、まあいろいろこう皆さんをお騒がせして、かつこうご迷惑をかけまくったスカイコーンも、現役のライブとしては最後になりました。皆さんのおかげでここまでできたと思ってます。本当にありがとうございます。まあ何かを喋ろうと思って僕は MC をしてるわけなんですけれども、そうですね、僕らこの後3曲全部で5曲あるんですけども、まあ最後の曲なんですけども、それにすごく悩んでて、その2つあったんですね、候補が。まあ、前者と後者と2つあって、どっちを最後の曲にしようかなみたいなのをずっと悩んで、バンド内でもめちゃくちゃ、まあ、揉めてたんですよね。僕はこっちや、松田はあっちや、森森はどっちでもいいっていう風に、ね、3人のバンドやのに決まらないっていうのがあって、でそれで、まあこの、まあ、僕らのバンドのことをよく知ってることとか、まあ、曲のことを知ってる人とかにいろいろ聞いていって、まあ、2つ曲があって、1つ目の方でやったら、まあ、映画っぽく終わるよねっていうコメントをもらって、2つ目の曲をやったら、まあ、バンドの解散っぽく終わるよねっていうふうに言われて、まあ、どっちかっていうて、まあ、結局映画っぽく終わることを選んだわけなんですけども、バンドの解散っぽい曲をやってもよかったんですけども、なんか、まあ、別に解散じゃねえなって僕はすごい思ってて、もちろん現役でやるのは最後なんですけどもね、まだまだどうせこの後もやる機会があるんで、まだスカイコーンは終わらねえぞと、まあ、終わりかけたことも何回もあったけど、まあ終わってないので多分これからも終わらないと思います。で次の3曲目なんですけれども、まあ3曲目僕がすごいやりたい曲で、まあみんなに言って、まあ、まあ中は強引にやってるんですけども、まあみんなの前では初めてやる曲で、まあサビの歌詞でこう、まあ、さよならでは終われないよ、終わらないよっていう曲、まあ、歌詞があるんですけども、まあ、それにすごいこう僕は、まあ、感銘を受けたので、別に解散じゃねえな、さよならじゃねえなっていう意味でその曲を選びました。ボーカルはふざけてますけれども、まあそんな思いで3曲目やろうと思います。じゃあお願いします。
から」最初で最後の MC をします松田です。そうですね、なんかさっき花剣も言ってくれたように、このバンドは何回も終わりそうになりかけて、でも終わらんくて、そうやって私多分この人がいてくれたからやと思います。紹介します、しゅうたくんです。おい、おい、なんかね、癒着ですよね。そう、最初にした曲がジラフポットっていうバンドのフリーボリュームペダルなんですけど、その曲をこのバンドで最初のオーデにして、私に個人的にすごい思い入れがある曲で、でそのジラフポットを教えてくれた、私そのこんなバンドがあるよって教えてくれたのはシュータさんで、でそうですね、なんかやし、このバンドに入った私はすごいいろんな、いろんなバンドを知れたし、いろんな経験をさせてもらったし、私春合宿、1回の春合宿終わってからこのバンドに誘われて入って、何回も喧嘩したし、ほんまに終わりかけそうになったけど、でも今私はすっごい終わりたくないなって、でまだバンドしてて、使い込んでバンドしてたいなって思うんで、やっぱり私はこのバンドが好きなんやなって思います。で次やる曲はと、さっき言ったジラフポットで私が一番好きで一番やりたかった曲で、フリーってシュータさん入って4人でします。お願いします。
さんありがとうございました。よし、お疲れ様でーす。まあ特に言うこともないんで、ですけど、まあそうですね。まあ、何年か同じやつと一緒にいるとなかなかうまくいかないもんでね。基本、別にこの番だけじゃないっすよ。人生いろいろあるし。同じとこでね、まあでも多分中学生ぐらいから始まるかな、クラブは。大学え大丈夫、そんなに長くならんよ。あの中学ぐらいから始まるけど、大学に入ったわけじゃないですか、このサークルに。うん、で中学高校は続かんかって。そういうことにしとく。で、まあ大学でまあ一応続けたと、2年半かな、続けたと。これはまあ非常に、僕にとっても皆さんにとっても、人生の貴重な経験になりますよ。なります。はい、俺の背中を見て、あとは俺の言いたいことをね、そうみんな組み取ってもらえたらなと。おう、そう、分かったな、お前ら。最後がね、まさかこういう感じになるとは思っていませんでしたが、よし、じゃあ最後の曲をやって帰ります。
さ殺しに動いた